刀を刺した侍が今にもひょっこり出てきそう。でも違います。ここは北九州市の町中です。長崎街道というんです。小倉と長崎を結んだ道です。街道には江戸時代の面影あふれる古い町並みも残ります。ロマン香る長崎街道を丸かじり。かつての小倉城下町、北九州都心に架かる常盤橋です。ここが長崎街道の起点でした。長崎街道は小倉と長崎を結んだ道です。当時はここから長崎を目指したんですね。看板娘のイチオシ看板娘メニュー、たこ焼き買っちゃいました。タコはタコでもこのたこ焼き、関門海峡タコが入ってるんです。関門海峡で取れるタコは急流で育つため、足が太くてへばりつく力が強いんです。いただきます。うん、おいしい。さすが関門海峡タコ、この歯ごたえ癖になります。街道を西へと歩きました。北九州市の副都心、黒崎です。長崎街道の宿場町でした。長崎街道の姿を今に伝える場所があります。ここ曲がりの松並木っていうんです。実は都心にあるんですけど、ここだけ現代じゃないみたいです。松並木が続きます。坂を登ると休憩所があります。立場茶屋イチョウ屋です。街道をさらに歩きました。看板娘のイチオシ看板娘メニュー。北九州市にはロールケーキの名店が数多くあります。長崎街道と関係が深いとされます。長崎街道の宿場町、小屋の瀬です。かつてろうそくの原料を作っていた商家です。天井高いでしょ。高い窓、こうやって開けるんです。江戸時代の面影残る歴史の道、長崎街道、いかがでした？まだまだ続きます。次は北九州工場萌え丸かじり。